はい、こんにちは。日本改革党楠澤でーす。名取様、お手紙いただきました。ありがとうございます。ユーニン様、花ちゃん様、ポチ袋様、子猫のしっぽ1号2号様、お手紙も丸井様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動を好きにさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございました。NHK ネット聴取反対デモ、スクランブルデモ、無事終了してまいりました。今日、私も日焼け止めを塗ってったんですけれども、日に焼けちゃったらしく、顔がちょっとピリピリします。たくさんの方にご参加いただきました。感謝いたします。宣伝拡散していただいた方もありがとうございます。遠方で参加できない方にも、宣伝拡散、お願いしたんです。NHK デモ、今回で数えたら、通算10回目でした。今日で10回目、記念すべき。こんなにやっても一切報道しないテレビ新聞、今更ながらね、本当に治療不可能ですね。もう治すことは無理だから、息の根止めるしかないな、思っております。アメリカからご参加の女性、いらっしゃいました。まさかこのデモのために帰国されたんじゃないですよね。それだったら申し訳なさすぎる。スタッフにですね、これ何ですかって話しかけてきた小学校低学年ぐらいの女の子いたそうであります。でね、スタッフが NHK がスマホを持ってるだけでお金取ろうとしてから反対してんだよ。お母さんに言ってねってスタッフが言ったところですね、うち無理です、パパが NHK でって、返さる。やっぱり NHK 職員ね、渋谷に住んでる人多いんですわね。NHK 職員の子供がデモに出くわした。その子は家に帰ったら、話してくれるんだろうか。こんなでもやってたよ、お母さん。スマホ持ってたらお金取るって本当なの。で、聞いてもらえたよね。次は外国人実習制度廃止でもやります。もっと改悪されて、名前も変わるらしいが、騙されんぞーということで、自民党は人身売買をやめろ。だってアメリカ政府に人身売買だ。奴隷労働だ。奴隷輸入。貿易、奴隷輸入だ、って指摘されてんだから、人身売買はやめろですよね、自民党はね。自民党は奴隷商人つっても差し支えないかもしれないな。エンゲル係数が1980年以来過去最高の 29% になってしまいました。エンゲル係数っていうのは皆さんご存知、食費の家計に占める割合で3割が食品になっちゃった。ということは1979年は 29% 以上だったんですかね。1979年つうとバブル前ですよね。バブル前に戻っちゃった。貧困が。2023年度の家計負担は2021年度より21万円増える見込みだそうであります。21万円、2年間で21万円収入上がってないうちは大変だぞこれ。庶民の生活は確実に悪化してますなぁ。世論です。貧乏加速、それでも消費税は下げない。俺も加熱カーのほとんど食べ物だな。果物とか買う余裕すらない。地獄の自公政権で貧しくなる一方、そんなことより増税増税。ラーメンですら1000円。物が高いんじゃなくて賃金が安すぎるんだわなぁ。43年間のうち民主党政権はたったの3年半だったんだから、この貧困、庶民の生活苦は大体自民党のせいですよね。大体いい国だったら勝手に人口増えていくんですよ。異常な少子化は異常な世の中だからですよ。自民党のせい、大体。エンゲル係数 29%。実質税負担率 47%。残りの 24% で、家賃やら教育費やら、車の維持費やら、全部捻出してるって、ひどくないこれ。特に教育費ね。こんなんじゃ、こんなんで、若い皆さんにですね、子供産んでくださいって、よく言えたもんだな、自民党は。呆れるよね。TBS が、熊野秀夫第一生命研究所研究員にですね、
食費を抑えるのに一番効果があるのは円高とか言わしてんですけど、まあそれは確かに一番効果あるかもしんねえけど、早い話が食品を輸入に頼れって言ってんのかな、この売国度はな。国内の農家や畜産はどうなんだよ、それだったら。全部輸入すればいいなんて考えだったらどうすんだよって話。それ以外にエンゲル係数を下げるのに即効性あんのはトリガー条項発動とかあるよ。そんなね、円高にしろん言ってねえでね。全部の食品はですね、消費者に車で届けられるんだから、運賃の上昇はですね、価格に盛り込まれてるわけだし、トリガー条項発動して、輸入費安くしたら、食費も安くなるよ、多分。発動条件は、実はとっくに満たしているのに、意地でも発動しない増税メガネと。庶民の生活が苦しいのは、大体自民党と財務省のせいですね。もうとっくにね、人口減少が始まってんだから、新しい道路なんかいらねえだろ。道路作るのにお金いるからガソリン税、そういう建前じゃなかったでしたっけ。あと重量税とかさ、もう人口減始まってんだから新しい道路なんかいらなくね。ガソリン税に消費税の二重課税してないでトリガー条項発動しろ。そんで食費も下がるわっていう話でね。今日の単身、麻生太郎副総裁、増税メガネは安倍総理もできなかった、反撃能力獲得を成し遂げた、これで支持率下がるなら一体何をすればいいのか。それと防衛費倍増はどうせアメリカの圧力でしょうが、入管法改正だって入管収容施設がパンクしてやむなくやったやつでしょう。メガネがやったことといえばですね、 LGBT 法強行、韓国とスワップ再開、韓国ホワイト国復帰、退職金増税案、金融資産増税案、金融資産配当増税案、106万円の壁とか言って扶養控除見直し、高校無償化に所得制限導入、年間9006人が失踪し不法滞在者になっても実習生は増やし続けていると条件満たしているのに発動すること、法で決まっているのにトリガー条項を発動させない、その結果が実質賃金17ヶ月連続減少と43年ぶりのエンゲル係数 29% でしょ。はっきり言っていやいや、やったいいことよりも検討せずにね速攻で決めた悪徳の方が大幅に上回ってんですよ。お釣りが来るぐらい。ほんでね、自民党をぶっ壊すって日本保守党ができたんでしょ。百田さんなんかもうお金十分で働かなくてもいいのに、自民党に我慢できんくなって立ち上がってくれたんでしょうが、このね、麻生さん上級国民だから実質賃金17ヶ月連続減少で食費が高くて庶民が生活苦しいなんてとんとわかんないんでしょうね。ほんで支持率下がってるってとんとわかんないでしょうね。こういう発言もですね、庶民をイラッとさせて支持率下げるわね、これ。ご愁傷様でした。増税メガネというあだ名を気にしすぎて、ついつい期限付き減税をぶち上げた結果、宮沢自民党税調会長、減税期間は1年が常識的と言ってしまってですね、泉元明石市長に、増税は永久なのに減税は1年が常識的、発言が非常識と突っ込まれてしまう。宮沢は宏池会、増税原理主義者です。そういえばなんで1年が常識なのか説明はありません。これでまた支持率低下は間違いなしだな。トルコ政府の外務大臣と経済大臣はクルド人だそうです。議員も何十人もいるんで、まるで迫害されていない。全く迫害されていない。帰国すれば捕まるって言ってる川口のクルド人は、この前ね、トルコ軍に拠点をミサイル攻撃されてた、クルド労働党っていうテロ組織の関係者と思われます。テロやったから帰ったら捕まるんじゃないの？じゃあ自業自得やんけ。手っ取り早く連中返すにはですね、トルコと犯罪者引き渡し条約結んでですね、トルコ政府に片っ端からあいつとあいつとあいつが犯罪者って教えてもらって、速攻捕まえに行けばいいんじゃないでしょうか。で強制送還と。韓国商品を取り扱って若者に大人気の台東区スーパーイエスマートが破産。大人気じゃなかったのかよ。大人気だったら破産しないんじゃないの。じゃあ嘘じゃんか。韓国商品大人気っていうの嘘じゃんか。
どうしてそういう嘘つくの？なんでなの？誰も褒めてくんねえから自分で褒めてんの？日本弱体化のためリニア妨害に命をかける川勝パヨ知事、退職金返納という自身の公約を保護、次に4000万円もらったら合計1億2000万円ゲットだぜ。パヨの武器は嘘とデマと難癖嫌がらせ、最後は暴力と、嘘つきじゃないとパヨの資格はない。11月からコオロギパウダー飲料を群馬県庁で発売。土地狂ってんな今時な。業者からの賄賂が美味しいんすかね。あるいはあの部長課長の親戚がそれあれやってるとか、そういう癒着が疑われるな。今更ながら、どうせあの SDGs がどうのこうのっつってやってんでしょうけど、こんなことに県の予算使ってんじゃねえよバーカ。群馬県庁の部長だか課長だか知んねえけど、群馬県知事って誰だっけ、あんたもバカなのっていうその話。コオロギがどんなにね、評判悪いか分かってねえわよ。テレビしか見てねえんだってどうすんバーカ、思います。というわけで、今日はでも皆様お疲れ様でした。ご参加くださった方も宣伝してくださった方も、ありがとうございました。続けますので、継続は力なりで、10回20回30回と、それでも報道しやがらない、いうのをですね、声高に言っていきたいと思っております。デトックスジャパン。